どうも。どうも。さらっと、さらっと発作する。失敗した。失敗した。失敗した。はい。引き続き、グループ戦術で、はい。はい。いきます。はい。ということで、今回の、個人戦術、まあ、グループ戦術、戦術ですね。戦術は、カンビオで、オポネンテ。オポネンテ。カンビオで、オポネンテという戦術となります。はい。こちらが、要はどんなようなものなのか、どんな状況で使うのか、何をするのか、その結果どうなるのか、というのを、まさに教えていただきたいと思います。はい。はい、それでは、教えて、マッサン。カンビオで、オポネンテ。とは、要はどのような戦術パターンでしょうか。カンビオでオポネンテを簡単に説明すると、マークの交換、まあ、マークを変えるアクションです。どんな状況で活用するかというと、ボールを持っていない相手を守備するとき、具体的に何をするかというと、味方と自分のマークを交換する。その結果、守備のバランスを維持するです。もうここ数回は本当にこうマークを交換したりだとか飛んだり、うん、調整したりって、そういうなんか部分の話が多いんですけど、カンビオって確かチェンジとかそういうののスペイン語ですよね、はい、だから選択肢を変えるっていう意味なのかな、オポネンテっていうところだと。だから今自分がついているマークじゃない人に変わる。これも前回とずっとやってたそのジャンプであったり、その再調整ね、要はサルとレアフステとかと結果的には同じようなものなのか。またこれ全然そのマークチェンジっていうと、まあもしくはそれはもう四六時中起こるのか。四六時中どうだろうな、マークチェンジ、どっちかって言ったらあれじゃないですか、そのちょっと危機になった時というかに、どうなの、まあ、人にも、まあ、監督にやるか。どこまでついていくのか、うん、ついていかずにチェンジするのかっていうのは、それはグループの中の決め事、それもしくはチームの中の決め事みたいなので、ある程度練習の中とかである程度こう、まあ、当然その都度その都度は本人が結局決めることになるんだけど、ある程度はこの、そのチームの中で、うんうん、その決まり事ってないね、あの前回何でしたっけ、ジャンプの距離を決めてるっていうのも似たようなものだから、うん、結局ジャンプしてマークを変わる、うん、でレアフステで再調整するみたいなものもある程度決め事も何かしらはオーガナイズの中でやるってことは、このマークチェンジも同じく、はい、ありますあります、うん、ちょっとまあ説明したなと思ったな。2人のマークチェンジがあって、多分2人と3人があるんですよ、マークチェンジで。はいはい。で、2人の場合でいくと、例えば、なんかこう、どうしようかな。自分がまあパッと思いつくマークチェンジは、例えばブロック。あ、こっちか。ブロックされて、移動、こう、こいつが動けない場合に、マークチェンジ。せざるを得ないっていうかね、もうそもそもなりますよね、うん、じゃあ俺こいつだからでついていったら意味ないですもんね、うんうん、とかクロスとかクロスとかでクロスオーバーとかバーっていった場合に、遅れてたりしたらちょっとなんか例えばこうパスしてに対してこいつがこのこいつ、うん、こうとか、はいはいはい、あくまでボールにを優先して、その時にその人がついていった連動した方が、まあ、ついていった方がいいと判断されたらもう交換するっていうのを適宜やるわけですね、ある程度、うん、基本は僕はその危機管理のためにマークチェンジ使うんですよ、うん、なんかブロックされて対応できないからチェンジする、この2人の関係のマークチェンジはそういう使い方をするから、まあ、ボールを持っていない相手を守備するときっていうふうに思っちゃったけど、最初例えば
こういうのをマークチェンジするっていうのを最初にどうしてもマンツーマンとかから入った子供たちとかだと声とかを掛け合いながらこうなんか入れ替わったりする。声は一番補助じゃないですか、サブ、うん、でもあった方が絶対良くて、でもまあその前にどういう風だからマークチェンジしようとか、まあ、マークチェンジするって言っても、そんなにそれこそジャンプも別にマークチェンジだし、ブロックも、そうだ、ブロックされた時のマークチェンジも、なん例えば下がりながらのブロックに対してのマークチェンジの仕方もとか、うん、なんかいろいろあるんですよ、ね、だからそれも、だからそのグループの形としてある程度その起きる可能性の多いものとかをやっぱりオーガナイズの中で経験を積みながら、うん、ある程度一定のっていうか分かんないですけど、あれと一つの戦術パターンをいくつかその自分の中で入れつつ、チームの決め事とかも作りつつ、ね、もう一回が3人の関係のマークチェンジで3人、はい、3人、まあ3人の関係だけど、要は2人のマークチェンジなんだけど、例えばここからのパスしてこの人が走ってきて、でまあここの行けますよね、そう、ここでこうなってこうこれマークチェンジ、これその人ついここは行かない、行かないこともある、その行かないことでやっぱ疲労度を軽減したり、あよりプレスに行けるんだったらチェンジするし、そうか、例えばこの人がピボだったら、うん、そういうピボが、ね、後ろまで行くよりは、うん、アラと受け渡しして、うんうんうん、こっちまで行くとアラが行ったりとかした方がいいとかね、うん、疲労軽減、でこれどこまでゾーン、このマークチェンジ、3人のマークチェンジも結構大事なのは距離なんで、例えばここからのパスしてこうで、基本的にはマーク、僕の基準ですよ、マークチェンジする、マークチェンジなんで、マークチェンジする対処先のラインまでは下がるんです、うん、で、その下がるって言っても、まあ、あとプレス具合によってもあるんだけど、対処ラインも下がって、で、ここまで来たら離す、でもその時のためにはこの人が絞っていないといけない、ただし、この距離感だと離した場合にパスが出てこうじゃないですか、だから結局マークチェンジの僕が思うのはより良い状況にならないとマークチェンジする意味はないと思っていて、まあ、これで2人こっちついていっちゃったらこの人も行っちゃいますもん、ね、そうそう、マークチェンジすると空いちゃう、プレスがかからないから逆に、だからもうこれはついていってこれに対してこうの方がいい、でじゃあマークチェンジするとどういう時が有効かって言ったらこっちの方が有効かな、こ同サイド、例えばこの同サイドにいる関係で逆行して走ってきたと、でまあ対象先まで下がって視野の確保までして、放って、まあ、パスが出てもそのままいけるよ、いける、はいはい、だったらマークチェンジする、これはマークばっかりというか、そもそもこのマークをしづらくしたりマークチェンジが起こるかどうかを悩むような攻め方をするのが逆にいい攻めだったりもするわけですよね。そうです。だからこそそんな際どいことをやられたらそれは迷うんで、だからレベルが多分高くなっていけばいいほど、攻撃のレベルが高くなるほどマークチェンジは排除されていく、フットサルでは、はいはい、ただしそのマークチェンジっぽく見えるけど、なんかこう、まあ、よく最近流行ってるというか、まあマーク、人についてマークしてるんだけど、ある一定の基準でゾーンに変えるっていう守備タイプがあって、はいはいはい、それはマークチェンジのように見えるけど、多分実はなんだ、その場所を守っているっていう、はいはい、もうそうです、守り方をね、うん、そうです、分かりやすくするための方法だったりするわけですね、なんかこれもう匂い的に語ったら教えてマスターのこのコーナーでやれないレベルになりそう深さがあるんですすごくなんかこれ以上話していいのかなみたいな空気感を出してそろそろお時間ということにしてます、はい、では触れてはいけない奥深さがあるマークチェンジですね、はい、ということで今日は以上としたいと思います、はい、教えてマスターですね、本日の戦術パターンは看病で、
オポネンテということで、マークの交換です。ボールを持っていない相手を守備するときに、その守備のバランスを維持するために味方と自分のマークを交換すると、まあ、単純に交換って言ってもケースバイケースでいろいろありますので、まあ、まだまだ話し足りないところもありますけど、ここはですね、もっとどんどん深めながらマークの交換とか、その、まあ、マークの交換っていうのの、まあその攻め合いみたいなものをある意味見てもちょっと逆にフットサルの面白みがあるのかなとちょっと自分は今聞いてて思いましたけど、奥の深い戦術パターンになります。じゃあ引き続き次回もグループ戦術の守備のポイントについて触れていきたいと思いますので、今日は以上となりますので、次回も教えてます。3お見逃しなく。アサレロー。